ありがとうございます。拍手は後から、ね、ゲストに取っておいていただければと思います。私トヨタ自動車で国内営業の神奈川の、担当しております平野と言います。今日司会進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはこんなに皆さん集まっていただきました。本当にありがとうございます。ちょっと窮屈な振動もするかもしれませんが、精一杯、楽しいイベントにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そして、今日この素敵な会場というかですね、町、商店街を貸していただきました元町、ショッピングストリートの皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。今日集まっていただきました皆さんと共に、トヨタ自動車、関係者代表いたしまして、お礼を申し上げます。本当にありがとうございます。ということをですね、ぐだぐだ喋っていても、早く釈さんに会いたいと思いますので、簡単に今日元町商店街、歴史ある元町商店街の場所を借りまして、歴代のクラウンが集合すると、初代からですね15代までの今の新型クラウンまで全部並べて皆さんに見ていただく。でクラウンを見ていただくだけじゃなくて、歴史ある元町商店街の歴史とか、それから発展してきた今も皆様若い人も含めて愛してもらえているこの元町商店街を一緒になって盛り上げて、魅力が皆様に伝わればいいんじゃないかというふうに思ってこんなイベントをやりました、やっております。でスタンプラリーを、スタンプラリーをですねやるとこうやってハンコですねをもらえますと、ポンパドゥルさんのパンがもらえるとか、あとこれからそれから15時に2回、トークショーをさせていただいて、釈由美子さんと一緒に、クラウンの魅力を語るというようなこととかいろいろやっておりますので、あと今日車に興味が湧きましたら試乗もやっておりますので、この今日後の、ね、トークショーの中でも話をしますけれど、そんなイベントやっておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、ゲストをお呼びしたいと思います。トヨタ自動車だけではなくトヨタの神奈川の販売店、10社ありますが、そのアンバサダーをやっていただいております、女優の釈由美子さんです。よろしくお願いします。こんにちは、釈由美子です。皆様はじめまして、よろしくお願いいたします。美しいということで今日ですね、ここでイベントやってますけど、実は昨日も、やっておりまして、昨日テレビ神奈川さんで、撮影を、はい、あ、いいです、どうぞ、私喋ってますからね、はい、テレビ神奈川の、ね、商店街の魅力を、お伝えする。でその中でこのイベントの中で撮影しているので、クラウンの魅力もですね一緒に、撮ってもらうという、トヨタ協賛ではありますけれど、テレビ神奈川さんの、番組を、撮ってますので、これが3月の17日日曜日、22時半から、30分間の番組で流れますので、そこではクラウンの魅力もこの元町商店街の魅力も釈さんが、伝えてくださいますので、これも見ていただければというふうに思います。で神奈川から来てない方は後でまた YouTube とかで上げるので、それも見ていただければというふうに思います。ということで、そろそろいいですかね、またいつまででも撮ってていいんですけど、今日はですね、はい、皆さん何も言わないのにバシバシ写真撮ってますけど、普通ダメ、ダメですよ普通ダメだっていう前提で聞いてください。ですが、今日はクラウンがそれで販売されるのであれば、売れるのであればいいということで、釈さんが今日写真動画 OK だと言ってくれされます。あ、いくらでも撮ってください。噛んじゃいましたね。そういうことで、あげてくださいね、デスらないで、いいよ、もうよかったよとかね、元町商店街最高とか、そういう形であげてくださいね、ね、私は買わないけど、みんな買った方がいいよ、クラウンとか、そういう感じであげてくださいね。はい、では、トークショー始めたいと思うんですけど、はい、お願いします。はい、この元町商店街、歴史は大変古く、安政6年。はい、江戸時代です。江戸時代ですね。1859年、はい、今年横浜港が開港160周年ということで、はい、なんかその辺の仕事もしたいですよね。したいですね。160周年ということで、その頃からこの元町の商店街の歴史を始まっているというふうに聞いております。で、正確に言うと、その翌年の1860年、ですね、1860年の2月ぐらいに、ここは町の形としてね、
元村というところから、横浜元町という名前になりで商店街が始まったというふうに聞いております。なるほど、覚えましたこの辺はねでそれとクラウンは1955年、もう64年以上の歴史を持つ車です。この、2つの歴史を一緒になりながら、我々の目的は今のクラウン素敵だから買っていただきたいなという感じで、伝わればいいなと思っておりますので、そのクラウンの魅力をですね、語っていただける素敵なゲストをお呼びしたいと思います。大丈夫ですね。はい、モータージャーナリストの五味泰孝さんです。どうもこんにちは。こんにちは。ここ拍手、ここ拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまだ暖かいですね。暖かいです。昨日寒かったですけどね、はい、今日はの暖かいということもありますし、まだまだ始まったばかりなので、ちょっと緩く長めにやっていきたいなというふうに思っております。はい、それでは、早速トークショーしたいと思いますので、お座りください。はい、ですね、まず、五味さんにお聞かお伺いしたいんですけど、ちょっと、ね、はい、今見えなくなっちゃってますけど、新型クラウンが、それから隣に初代のクラウンが、はい、1950年の発売のクラウンがありますけど、五味さんにとって、モーターじゃないです、おじさんにとってクラウンってどんな車でみたいなこと。まあ、でもクラウンはもう日本の高級車ずっと引っ張ってきたんで、まあ、ほとんどの方がやっぱタクシーも全部含めて絶対触れてると思うんですね。で、僕も小さい頃やっぱ来る、まあ、親が乗ってたので、まあ、ちょっとセレブぶりがバレますけど。坊ちゃまですね。まあまあ、すいません。そこは言いたかっただけです、ね。すいません。まあ、今坊ちゃんです。坊ちゃんです。すいません。はい、まあレース上がりですけど、僕はやっぱ後席ものすごい快適だったんですよね。で、あと子供ながらにクラウンだけなんですけど、今でもそうですけど、ルーバーが動くんですよ。エアコンの吹き出し口が左右に動いてくれて、これクラウン特権ですよね。あれがやっぱ当時。なんか他の車全くなしでちょっとびっくりしたんですけどね。なんかそれを今でも引き継いでますもんね、ルーバーが動くとかも。はい、当時何代目のクラウンだったんですか。ね、さっき僕思い出すために調べてたら7代目でした。僕が子供の時に後ろに乗ってたの、ちょうどいつかはクラウン、あーそう、まさに、ね、これね全然台本ないんですよ今。台本ないですけど、いつかはクラウンですね。台本打ち合わせしなさすぎですよね。そうそうそう、はい、打ち合わせすると覚えなきゃいけなくて、それを喋るっていうことは苦手なので、ね、思った通りに喋ります。だからそういつかはクラウンの方ですね。いつかはクラウンの時ですよ、本当に。はい、いつかはクラウン分かりますよね、言葉ね。はい、でその頃からの、まあ、その頃から本当に功績めちゃくちゃやっぱすごいなと思いながら、僕はもうジャーナリストだったので、はい、もういろんな車を乗ってる中で、やっぱりこの新型すごいですよ。功績だけじゃない、すごい功績だけじゃない。この新型は乗った方がいい、運転してみるといいです。買う買わない、まあ、買ってほしいでしょうけど、はい、買ってほしいです。買うか関係なしに試乗絶対した方がいいですよ、うん、そういう意味でですね、昨日、まあ、テレビの収録もあったんですけれど、お二人に、釈さんが運転して、五味さんがそのクラウンの魅力を伝えるという試乗をしていただきましたので、その試乗の話をじゃあちょっと走りも含めて お二人でもお話してください。私も喋りませんので。本当喋らないですか。はい、ありがとうございます。昨日朝から、まあ、釈さんの僕、助手席に乗らせてもらって、ちょっといろいろとお伝えさせていただいて。助手席珍しいですよね。だ入っちゃダメなんです。入っちゃダメ。そう。僕なかなか紹介してくれないから、僕今日出番ないことになります。シャークさん昨日どうでした？クラウンを久々に乗って。そうですね。私クラウン運転させてもらったのは2回目だったんですけれども、はい、お店の解説付きで運転するとさらにその良さが実感できて。あ、本当ですか。はい。ちょっと僕のこともっと持ち上げといてください。シャークさんの影響力大きいですからね。はい、解説がうまい。だから。解説うまい。多分五味さんが営業だったら、車のディーラーさんだったら、もうみんな車全員買っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、私も危うくなんか反抗して解散になっちゃいました。なんかコメントなのか本気で言ってそうでしたよね。クラウン欲しいってね。いや本当に欲しいと思いました。だからもうね、完全にあれ僕が営業マンだったら売れてましたよ。なんかね、小声でこれおいくらなんですかって聞いたりして、売っちゃおうかと思って。釈さんの欲しいな、ただで欲しいですから、ね、いや女優はね、頑張って仕事しますから。今僕ミスった、ちょっと井上さん巻き込んじゃってた。入ってきちゃダメですよ。買いたいって、買いたいって、入ってきちゃダメですよ。まあでも、ね、昨日横でとにかくずっと乗っていたいっていうのが、うん、本当のもう一番の感想で、うん、もうこれだけ運転するのがワクワクして楽しい車ってないなっていうのは思いました、うん、なんかハンドルシャキッとしてますもんね、もう疲れないんですよ、まず運転していて、うん、目線がぶれないですし、
このなんかこうガタガタっていうような突き上げとかもすごくソフトなので、長時間運転していてもすごく楽ですよね。あのちょっとシャクさんに説明その時したことを少し皆さんにお伝えすると、ちょっと真面目な話でしょ、声のトーンが変わったと思うんですけど、はい、あの車ってこういうちょっとデコボコ走る時も揺れると思うんですけど、揺れ方が違うんですね、車それぞれで。で揺れる時にいい車ってこの例えば防火庫にシートに座ってるとしたら上下にしか揺れないんですよ。なのでシートに座ってる体勢のまま揺れてくれるんですよ。でも例えば重量バランスが悪い車とかって、単純に例えばフロントがすごい重たいとか、逆にたくさん荷物積んでリアが重たいとか、そういう車って揺れる時にどうしてもこの傾きが生じるんですよ。この傾きが生じるとシートから体が剥がされちゃうので、すごい体疲れちゃうんですね。長距離走ってても高速走っててもただまっすぐなのに、なんか上半身の力を自分で支えるみたいな。なので本当にいい車は乗ってるとずっとこの姿勢のまんまです。上下にしか動かないっていう車になってるので、ちょっと乗りたくなってきました。うんって言ってくださいね、僕次から呼ばれなくなっちゃう。まあでもそういう感じですよね、はい、本当目線が本当ぶれないっていうね、はい、うん、これがやっぱ特徴としてあって、あとシャクさんなんか昨日走り出した時やっぱ静かとかそのあたり、はい、あのドアを閉めた時のパスって音がから、うん、このなんか密室空間が始まるんですよね。そう、僕はあの乗り込みの時昨日もエスコートしまして、はい、まあ当然だろうって感じなんですけど、あさって閉めた時の、今日あれ鍵開けてあるんですかね。開いてると思いますよ、中川さん、鍵開いてます。中川さん、ものすごいいろんな人巻き込みますね。車開いてますよね、鍵、新型クラン、あの後で開いてるんです、はい、あの後でそのドアの開け閉めもやってみてください。パスンっていうこの気密性がすごい高いんですよ。外からの音が入らなくなるように、遮音性を高めようとしているので、閉めた時のなんか空気の漏れが少ないんですよ。なので逆に言うと手を最後までちゃんと引っ張ってあげないとハンドアになりやすいんですけど、いい車って基本的に気密性高いので最後までちゃんと手で押してあげないといけないんですね。なので気密性が悪いと簡単に閉まりますけど、ちょっとそういった重厚的なドアの閉まり方します、パスンっていうね。やっぱそのあたりも特徴であって、あとシャクさん昨日乗ってて何かとても気になったのってやっぱハンドル周りですね。ハンドル周りですね。ハンドルがこうカーブするときに行きたいところに動くというか、あの重たくすぎもなく軽すぎてブレることもなくっていう、ふわーっと動くのが何これと思いました。何これって、いやクラウンですよ。、はい、まあ、でもそう全く違いますよね、今あのこれ車ってすごい難しくて、僕も原稿を書いたりとかいろいろ動画で YouTube とかいろいろやったりする中で、その曲がるっていうのをいい車と、まあ、ちゃんとしてる車、しっかりしてる車って本当にその表現としてはハンドル切ったら切った通り曲がるって、あの体験したことないとそれは当たり前だろうって思うかもしれない。車で違うんですよ、このレベルが。ハンドルをほんのちょっと力を入れただけでほんの少しちゃんと車が動くんですよ、手応えがあるんですよ。でシャクさん昨日あの乗りながらお伝えしたのって、ハンドルをちょっと切った時って大概の車がそのちょっとには反応しないんですね。そうすると反応しないからもっともっと切ってって、初めて反応した時にはかなりハンドルを切ってる状態になるので、グラッて傾くんですよ、車がグイッて曲がっちゃうんですよ。なので滑らかに曲がるっていうためには絶対このちょっとに反応しないといけないんですけど、そのちょっとがあったんですよね、はい、あのなのでまたちょっと乗りたくなりました、今の聞いて。、うん、さっきよりちょっと首の動きが激しくなってきましたね。なんか僕のあの洗脳が、はい、じゃあまだまだもうちょっと ないですか、走り乗りたくなる、乗りたくなるのは、あとはまあエンジンとかも全部そうですけど、一番は僕やっぱ車スタイルだと僕思ってて、ね、今写真も出てますけど、そう、はい、ちょっと先にスタイルから言っていいですかね、はい、お願いします。セダンってちょっと聞いていいですか、セダンって親父車だと思ってる方。おお、後ろの方でものすごく激しく激しく通行してる人も、通行してる人もね、あの、うん、日本車で、まあ、そういうイメージってあるかもしれないんですけども、結構はっきり言ってヨーロッパ車とかって意外とそのイメージも少なかったりとかっていうのをアンケート取ったりするとあるんですけど、あのなんで日本車がそういう親父車っぽいかっていうと、そのスタイルにあって、それを全部打破してきたんですよ、今回の新型って。だから1代目から14代目と今回の15代目っていう新型だけちょっと血統が少し違うかもしれないです。
ちょっとお伝えすると今後車選びするときって一つシルエットがかっこいいって例えば釈さんがそらっと立ってるとこ見てなんかスタイルいいじゃないですか。例えばそれと一緒に車もスタイルっていうのがあってフロントタイヤから後ろ僕動いていいですか。はい、動いてください。ここなんですよ。ここ、うん、ここの距離がものすごい車は大事なんですよ、はい、人にとって足が長い人みたいな印象になるんですよ。あそこが長いと。なので僕全国の全国というか国際省とかもいろいろ輸入車場も見に行きますけども今度ジュネーブにも行くんですけどみんなコンセプトモデルってここ長いんですよ。みんなだからすごいシルエットがかっこよくなってそこがとても長い。なので見比べたらあってなんか目が止まる理由が分かんないけどなんかかっこいいなっていう一つが。釈さん知ってました。はい、あそこのそこは注目したことがなかったですね。今後注目してみてください、はい、本当にご自身で見ててあの車かっこいいって思った時に、うん、あそこを見たらみんな長いですから。足が長い見えるってことですね。人間で言うとね。そうなんです。でももう一つが絶対見た方がいいのがはいおいリアおいよいしょ。はい、もう一回動いていいですか。ここです。これ絶対ですよ。これが日本車は昔クラウンも歴代そうなんですけどここが分厚いんですよ。もっとカクカクしてましたしね。そう、はい、後ろの人の、ね、ヘッドレストとかそういうことも含めてカクカクしてたんですね。そう昔はそうなんです。で今は別に後席狭くなってないんですけど狭くなってないのにあそこの C ピラーって僕らが専門用語で言ってるところがものすごく細くなってきて C ピラー。そう C ピラーちょっと専門用語知り覚えておきますか。ご存知ですか C ピラーって聞いたことないですよね。もう単純に車の名前ってすごい単純で前からこれフレームの名前を A ピラー、B ピラー、C ピラーって呼んでるだけなんですよ。おーって言うほどのことじゃないよね。A、B、C って多分、はい、でその C ピラーが太くなるともうはっきり言うと親父セダンになっちゃうんですよ。で C ピラーが細くなればなるほどスポーティーセダンになるんですよ。でヨーロッパ車って基本的に結構みんなあそこが昔から細いんですよ。そういうイメージですね。なのでなんかヨーロッパのセダンってそういう親父臭があまりしなくて日本のセダンになるとちょっと親父臭がするみたいな、うん、ちょっとセダン乗ってる方ごめんなさいね帰り駐車場で自分の車見たらはぁって思うかもしれないですけどちょっとそういったところで実は車の印象とかって大きく変わってて、だから今回の車はなんて言うんでしょう日本専用車なんですけどクラウン日本生まれじゃない感じなんですよ今回の。実はちょっと核心部分、昨日ハンドル握ってなんかさっきも言ってましたけどとても気持ちいいって言ってたじゃないですか。楽しいって言ってたじゃないですか。あれってニュルブルクリンクっていうテストコースがあるんですけどドイツにもうアメリカから日本から韓国から中国からもうみんな集まるんですよそこに。でそこで車を仕上げないと多分一丁前にならないんですよ。グローバルで戦えないんですよ。性能が上がらないんですよ。でその性能ってなんか速さみたいに風に思われがちなんですけどさっき言ったハンドルをちょっと来た時にちょっと反応するってこれを詰めようと思ったらもう そこに行かないと意外とつまらないというかそこに行くとそれがないと走れないんで、はい、もう自然と詰まる煮詰まるんですよ、はい、でそこで煮詰めてきた車なんですよ今回クラウン。戦ってきたんですね。戦ってきただからグローバルで戦える性能を持ってそれを日本専用に仕上げたんですよ。その日本専用ってとこも大事で横幅が1800なんですよね。そうなんです、はい、めちゃくちゃ運転しやすそうですよね。運転しやすい小回りが利くんですよ。見た目はすごく大きく感じるので、うんはい、横幅大事ですよね。横幅がちょっとあるとねなんか運転しづらいってね女性の方なんか特にそうだしうで小回りもって言えばプリウスと同じぐらいの最小回転半径を持ってるんですね、でさらにドアミラーのところで皆さんも車運転される方って交差点曲がるときとか一瞬なんか歩行者が隠れたりしますよね。 A ピラーとそのミラーのところってそれが隠れにくいように形状もちゃんと工夫してくれててそれは日本ってやっぱそういう歩行者と近いところを車がたくさんやっぱ走るのでそういうのに向けて日本専用で仕上げてあげてるのとあともう一個僕インテリアすごいんですよやっぱツインモニターですセンターにナビが2つありましたもんそう、あれは見る用のモニターと触る用のモニターで運転してる時って、まあ、僕最近レースやめてから目がどんどん悪くなってきて遠くを見てて近くのものをパッと見た時ピントが一瞬合わないんですよ夜。
だからそう考えるとこのモニターってなるべく遠くに本当はつけたいんですよ、うん、そうするとピントが合いやすいんですね、はい、でも遠くにすると今度手が届かないじゃないですか操作したいのに、はい、なのでクラウンは見る用のモニターは遠くのセンターにあってそれと全く同じ表示画面ができる操作用のモニターがすごい手前側の手の届きやすいところにあってめちゃくちゃ便利なんですよ、昨日そこまで僕説明できなかったですもんね、もうそれが できたじゃないですか、あ、できないですか、あ、今できます、はい、そう、だからそれが心残りで僕昨日寝れなかったです、そうそうそう、それが話せなかったと短かったというふうに言われてて、じゃあもうこれも含めて、あのもうね、時間経っちゃったんですね、ゴミさん経っちゃったんですね、ちょっと一応僕呼ぶ前に喋りすぎじゃないですか、いや僕だって告知とかしてるしお礼とか言ってるから大事、これは大事なんですこれ大事、これないとできなくなっちゃう、これ勝手に来て勝手にやって帰ってたみたいになっちゃうんで、であのなんですけど、まあこの後ねまた、2部も、まあ、ぶっちゃけ同じこと話しますけど2部もあの、ゴミさんちょっとすいません、あの最後にちょっと思いをですね、はい、あの語っていただければと思います。思いは試乗車、今日裏行ったら試乗できるのでもうスタッフ捕まえて試乗したいって、でもう別に僕の立場で言うと買うか買わないかそれはもうその場で決めればいいですし、買わないってもう言って帰ればいいだけなんですけど、参考までに今の最新型トヨタが威信をかけて作った日本のためだけに作った高級車の乗り味を知っておいた方が参考になると思います。あの多分輸入車を乗られている方もここ元町はやはり多いと思うんですけれども、あの輸入車のオーナーの方々でも多分クラウン乗るとおすげえじゃんって思う方が大勢いらっしゃると思います。あのじゃないと僕ここでに立たないです、この仕事を受けないんで。あ、そうですよね、そう、今嘘をつくと僕の YouTube すぐ炎上するんでそうだから嘘つかない仕事だけ受けるんで、はい、で昨日もあの BMW4 年乗られた方が試乗してクラウンを買っていただいたという、あのポンパドゥールさんのパンと一緒に持って帰っていただいた、あ、もう車は持って帰らないですけどね、またね、でも買っていただいたというのがありますので、あの本当にクラウン、試乗していただければというふうに思います。最後本当に言っていただきたいことを言っていただきまして、あのすいません切らせていただいて申し訳ないんですけど、はい、これで、ゴミさんと、シャクさんと3人での、トークショーは、ここで終わりにしたいと思います。ゴミさんどうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、はい、ここであのメンバーが変わりまして、実はシャークさんだけではなくですね、昨日あの同じように、クラウンに乗ってくれた子供たち、あの女の子たちがいまして、シャークさんの、まあ、事務所の後輩になるんですけど、うん、今シャークさんが神奈川のトヨタのアンバサダーとして、本当にいろいろありがとうございます。オリンピックの話から何からやっていただいてますけれど、そういう風になれるかどうかが今日の、トークショー、それからコンサートにかかっているっていう5人組をプレッシャーとともに呼びたいと思います。じゃあちょっとシャクさんこっち行ってみましょうね。5人もいるからね、ちょっとね、移動しないとね。じゃあこの辺と、あ、これに立っていてください。はい、はい、ですね、もうほとんどこれがあの公にドーンと出る、一発目かなという形なんですが、神奈川県を応援したいというふうに言っている、女の子たちです。ニーズの皆さんどうぞ。こんにちは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 。よろしくお願いします。じゃあ、シャクさん、この辺に来ていただいて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この中で、リオナちゃんとアイカちゃんとホエカちゃんが神奈川出身ということで、はい、今どこに住んでるかは言いませんけれど、はい、今というかね、危ないからね、そういうことね。でも神奈川に、住んでいていただいて、はい、神奈川の、ことをやっていただいているシャクさんみたいに神奈川を盛り上げていきたいと、はい、千葉とあの兵庫も見ますけどね、はい、でいうことで、若い子たち、もクラウンをどう思うのかっていうことを知ってもらうために、まあ、クラウンに触れてもらったり、ね、中に乗り込んでもらったり、それからクラウンをバーッとあの運転してもらったりっていうシャクさんと同じようなことをやってもらって、はい、でその話をこれから聞きたいと思いますので、はい、先輩、はい、あのちょっと後でこの話をしますので、はい、最後に後輩に向かって、はい、しっかりやるよ的なエールを、うちの事務所の可愛い後輩ニーズをよろしくお願いいたします。みんな頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございました。シャクさんどうもありがとうございました。シャクさんは本当に後で、撮影とか
かね、またあのもうまだまだ見足りない、写真撮りたいない足りないっていう人は15時からまた、特集やりますんでご期待ください。さて、ニーズの皆さん、はい、運転したよね。はい、運転しました。彼女あのこんな小さくてあれなんですけれど、あの車の運転大好きで、どうだったのでした。いや、もう本当に静かで振動がなくて運転しやすかったです、うん、さっき聞いた、はい、さっき聞いた、さっき聞いた、さっき聞いた、うん、でも同じだよね。だから本当にあの女性の子がね、あの、はい、運転しても本当に楽しくて、で後部座席に2人乗ってもらって、はい、どうでした。揺れがね、あんまりなくて、うん、ねー、すごい良かったです、うん、乗り心地が気持ちよかった、気持ちよかったです。運転楽しくて、後ろの人も気持ちいい、はい、ね、なんか高級だったでしょ。高級でした。高級だよね。でも気分が上がりましたね。気分が上がりましたよね。だからやっぱりそういう人たちがね、そういうふうに思うっていうことは、彼氏とかお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかみんなクラウン買ってくれたら嬉しいよね。いや、もう本当に、ね、乗ってください。ね、かっこいい。クラウン乗ってる人素敵だよね。素敵だよね。ミズノファンはクラウン買ってほしいよね。買ってほしい。よし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 。じゃあ、皆さんのコンサート、僕が行ったら、駐車場にクラウンがいっぱい並んでたら、すごい喜びます。頑張ります。ハードル高いな。みんなお願いします。ということで、彼女たちと試乗やった、動画とか、そういったものもまた、上がりますので、見ていただければというふうに思います。じゃあここから先は、皆さんの、コンサートということで歌ってもらいますが、最初の曲だけ紹介しますけれど、さっき1860年に、この元町商店街がと言いましたけれど、その月が2月だそうです。2月に、この商店街が出た、生まれたと、いうことで、今2月生まれの方っています？ここに、あ、結構いらっしゃいますね。じゃあその方たちと、元町商店街の、方たちに向けて最初の曲お願いします。じゃあおじさんは後ろに行きますので、はい、じゃあニーズの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、横浜元町商店街と今手を挙げてくださった皆さんに向けて送りたいと思います。聴いてください。ハッピーバースデー。Happy birthday, ooh, ooh, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh, ooh, baby. Happy birthday to you, yeah, yeah, yeah. 誰よりも高かった一年に一度だけの君が生まれてきた日を Happy birthday soon.
横浜の観覧車をイメージした曲になります。それでは聴いてください。ハートの観覧車。ハートの観覧車から見つけたこの想い、いたずらに巡る季節、雨のち笑顔ハート抱きしめ楽しい。Bye.
We are Houston。ありがとうございました。あの第1回の、トークショーはこれで終わりにしたいと思います。そこに書いてあるようにいろいろなイベントもやっておりますので、ふるってご参加いただき、クラウンド試乗もやっていただければと思います。でこの後ですね、もう終わってからですね、そこでシャクさんとの、撮影14時15分からのですね、新型クラウンとシャクさんと、写真を撮るという、あと50名で、締め切らせていただきます。その整理券を配らせていただきますので、ご希望の方はそちらに並んでいただければというふうに思います。14時15分から、撮影会を始めます。どうもありがとうございました。
デートを楽しみませんか。はい、あ、こちらで、はい、お待ちください。 2000cc のクラウンからゆとりを持って安全にお連れします。ありがとうございます。どこで、はい、そのまま走り遊びないんですか。釈由美子さんとの撮影会ってどこですか。はい、こちらですので、こちら前でお待ちください。はい、こちら15分からになりますので。ここを先頭にします。ここを先頭にぐるっとこの歩道に沿って次
次2番目の方どうぞこちら。